カモン。よし、やったあった。大西こと大西奈緒です。こと。まあね、皆さんは奈緒ちゃんとか呼んであげてくださいね。お願いします。ということで、今日はですね、ゴールデンクロスカントリークラブさんで、ラウンドをしていきたいと思います。うっすら薄暗いんでね、わかると思いますが、もう終わっておりますね。はい、今日は。実はね。実はね、僕がね、通常ね、1時間20分ぐらいで着くところね、なんと3時間もかかりまして、お疲れ様でした。はい、もうちょっと焦ってね、スタートしまして、はい。そんな中ですね、無謀にも、なおちゃんに勝負を挑んでおります。はい。そうですね。そのことについてはね、まあ、本編中では僕はちょいちょい勝負って言ってるんですけど、皆さんそのことは一旦忘れて、今日はね、難しくて綺麗なコースと、なおちゃんのスーパープレイ、ね、あと、俺のまあたまに出るナイスショット、ね、それを見ていただければと思いますんでね。お願いします。はい、でね、皆さんにお伝えしたことがございまして、安ゴルね、安ゴルアスリート化計画っていうのがあって、おあるんですよ実は。はい、できる限り僕とね、まあ大西とか、まあ土屋さんとか、まあ、要はバックから回れる人はバックから回っていこうという形にしたいと。まあ、キヨさんとかね、キヨさんとか J トの時は白でもあるしなんですけど、ちょっと僕もまあ上を目指してね、行きたいっていうことと、白からとはちょっと違った景色も皆さんにお見せしたいっていうことでやっていきたいということで、今日もバックからやらせていただきたいと思います。いただきました。はい、そんなどうですかね。どうですか、安ゴルね。ちょっと何回目ですかね。まあ、4回目とか。まだ4回目ですけど、なんかすごい、ね、はい、出てるような気でいます、ね、勝手に。いや、これね、なおちゃんおそらくなんだけど、晴れた時は、初めてだと思う。あ、そうなんですね。なんかね、曇りか雨かみたいな。そっか、多分ね、多分だけど。じゃあもう皆さん今日は楽しく晴れの中やってるので、はい、ただね、今日風がね、なんと10メーター以上おそらく吹いてまして、そうね、今落ち着いてきたんですけど結構大変でした。まあその辺も見つつね、音声ちゃんと入ってるか心配ではありますが、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。、はい、ということで行ってきます。いや、まあ、来ましたけど行ってきます。はい、バイバイ。バイバイ。はい、1番パー4、410ヤード。マン上げだね。マン上げです。じゃあ勝負ってことで。よし。挑まれました。これまっすぐだね。まっすぐですね。多分。お願いします。お願いします。あ、バンカー？バンカーキックして入ったわ。おお。3時間かかってますから。ほんとよ。いや、もうやばいっすよ、これ大渋滞で。僕の方が見えるでしょうか。あ、これだね、あったわ。私は肋骨が痛い。肋骨か、あばら一緒だね。お願いします。よいしょ。あ、これのどういうカードだ。あ、いや、超えたわ。ありがとうございました。あざす。ありがとうございます。はい、刻みということで、いろいろあって刻みます。はい。残り208ぐらいなんですけど、まあ、6番アイアンでフェアウェイの方に軽く。まあ普通に出したって感じですね。アウトです。はい、ナイス。ただのアウトです。ジャストアウトです。200、2番ウッドで、2番ユーティリティ。 OK、 アゲンスト。あ、超えた。ナイスオン。オンか、まあ、手前か、奥か、奥行ったかなって感じです。 ナイス。まあいいでしょう。ナイス。風が今日強いですね。フォローです。164、ちょっと6番で短めに持っていきたいと思います。あ、またバンカー入った。バンカーバンカーデーですね。やばいっすね。いきます。ちょっともう4打目なんですけど、30ヤードぐらいバンカー。バンカー、おお、難しいねそれ。ちょっとアンラッキーですね。5打目。
ナイス。うん、ナイスアウト。一番ホールにしてちょっと大差をつけられそうになっております。よし、ホール6で。はい、うまい。お、うまい。は、オッケー。あら、オッケーパーいただきました。オッケーパー。後ろの人がすごい。後ろの人がね、すごいんですよ。プレスを、プレッシャーをかけてくるね。前が詰まってるんで、僕らにはどうしようもないんですけど。そう、怖いっす。おそらくちょっとスラするでしょう。はい。早いってことなんですけど、登りって、まあ、入れボギー。入れダボ。あ、入れダボか。うん、惜しい。オッケー。トリスタート。2番491ヤードパー5。後ろのジェントルマンには先に行っていただき、出てきました。ちょっと安心して。ほっとしましたね。はい。ほっとしました。ほっとして、皆さんね、あんまり前がね詰まっててもね、もうしょうがないですから、プレイファースト意識しつつ。打ち込みだけはね絶対しないように、ね、めちゃくちゃ怖かったんで、ね、はい、ティーショットセカンドちょっと打ち込み気味だったんで、はい、気持ちよくお互いに、そうですね、仲良く参りましょうよ。はい、前行ってくださいってね、お願いさせていただきました。斜面狙っていきます。そうだね、危ないんで、はい、やばい、もう 3点差だ。ほっほっほっ。ちょい右。おお、ナイス。大丈夫だった。全然左じゃないじゃん。道の世界なんで。左狙うって言いながら、意外と右いけるんじゃないと思って打ったら、そう。人間の感性ってすごいです。僕はちょっと左ちゃんと狙いたいと思います。はい。右ペラがあるんで。お。ガシャン。多分落ちてないんだよ。暫定球打ちます。暫定打ちます。うん、この辺りに。これはまあナイス。多分前半と後半勝負で、うん、これ前半は極めて可能性が低くなってきたから、はい、ちょっと100ヤードぐらい残したいんでアイアンで決めます。はい、6番。はい、ひざみ。狙い通りですか。狙い通りですね。ちょっとくぼみで見えませんが。ナイス。ということで、僕暫定ですね、暫定がフォローに乗って残り199ということで、うん、ピンまでね、4番で、いきたいと思います。はい、4番アイアンね。はい、これで乗せたら4オンだもんね。そう、確かにパーもチャンス。うまい。え、めっちゃうまい。これはパーチャンスと言っていい。これはもうナイスパーでいい。80ヤードになりました。残り80、100残しができなかった。失敗。まあいいです、うん、56度で。56、フォローなんで70ぐらい打つつもりでいきます。 OK。 あー、でも行っちゃうんだ。あー、まあでもグリーン面には残りましたね。大きかったです。こちらが私の。入れたらバーディーということで。バーディーパットね。ということで、出やすさ口癖ですよね。そう、めっちゃ言ってますよ、多分 YouTube っぽいじゃん、うん、ということで、ということでやってまいりました。やってまいりました。入れたらバーディーということで。はい、言い過ぎだと。6、7、6ぐらい、6、7ぐらい下り上げてるんで、うん、そんなにですね。 OKきたか。惜しい。オーケー。これ入れたら OB してイーグルやったってことです。本当だね、確かに。
入れたらイーグルということで。まあパーなんだけど。ちょっと来るかなと。うん、そうね、確かに。これも7メーターぐらいあるわ。うん、意外とありました。下ってない。うん、やっぱ風が結構影響ありますね。ボギーパット。これはもうまっすぐ、うん、行きます。カップ右狙って。あ、マジで。曲がった。結果ダボじゃん。じゃあ結果ダボじゃん。ダボになりました。ちょっとこれね、まあ。多分もう前半厳しいんで2ホール目にして早くもね、頑張りますけど前後半の勝敗でいきます。よし、ね、それでいきましょう。それでいいでしょう。いいでしょう、うん、見てる人ももうつまんなくなっちゃうからそうね3番153ヤードのパー3と、まあね、ここからですから。ちょっとなんかそのトリダボときて、あの勝負ということが、うん、ちょっとちょっとね、ちょっとちょっとちょっとということでちょっとということでちょっとこれは私のね、ひとえに私の不甲斐ない、ゴルフによるものです、測るとね133とかしかないんですよ、打ち下ろし入れて。ですが、まあ、なんていうのこれ、風がね、うん、なんかすごい回ってるんで、ね、分かりづらいですね。この時はもう私は見た目と勘で、オッケー、イマジネーションで、イマジネーション8番で、ブレークいきます、はい、左が池なんで ね、うん、ここ OK、 あぶなー、どこ、セーフ、これ手前のやつ。そう、手前のやつ。危な。よかった。え、マジで。心の行い上げてんのかね。上げてる感じでしたね。こっちでまあ普通に打っちゃおうと思います。どう。お、危ね。おー、怖いあのライン怖い。攻めていく、攻めていく、攻めていく。さ、別にさ、今のピン攻めてないっていうのがあれですよね。池攻めてる感じになってますよね。なんかそうですね、あれちょっと攻めていくはちょっと間違ったコメント、間違った感じだった。落ちない、落ちないようにね。大丈夫ですこんな感じ。うまい。あー、止まっちゃった。止まっちゃいました。はい、仕方ない、仕方ないね。ニボちゃんだ。はい、ということでということで、口癖になっちゃう。いや、本当多分大体の、でも私が見てる YouTuber 結構口癖多いですよ。ということでバーディーパット、8メーター、もちろんあるか、9メーターぐらい、うん、上りなんですけど意外と曲がんない説でいきたいと思います。はい、どうよ。あー、惜しい、惜しい。オッケーな感じかな。オッケー、うん、あざす。パーパット、はい、2メーター、2.5、ほとんどまっすぐでしょう。うん、入れんの。やった。うー、マジかよナイス、来ました。ということで1本目終了ですよ。そっか、うん、まあ勝負の行方は分かりませんねで、まあ、多分分からないと思います。いや、でもまあ随所にいいプレー出てますから。
ですね。そうね、うん、そうね、そうそう、まだね、わかんないです。後半だったら負けるかもしれない。そうよ、いやだって前半もこれからわかんないからもう前半なんか私の中で終わった感じだったけど、うん、見てください皆さん